机が欲しかったんですよ前入りのテーブルを手作りで作ってくれまして溢れるほどの優しさを感じて本当に驚いたんですよねこれにも言ってくれたら作れたのにな嘘 <laughs> えのこの通路のちょうど一番後ろあたりに手を振ってあげてください見ていて辛いのにラスト本当に 優しい気持ちに包まれるっていうか優しくなりたいって思う作品だと思ったんですよ。うん、でそこでちょっと皆さんに映画、まあえー、のイベントっぽい質問をさせていただきたいんですけど最近ご自分たちがなんかこう優しい気持ちになれたなとかあ幸せな感じにこう気持ちになれたなっていう,うエピソードを教えていただきたいんです。イベントっぽいいね質問がない <laughs> すいん,もうんないの <laughs> これももちろん撮影時でもいいですしプライベートなことでいいですか <laughs>、はい、先日、あの子供があが自分の子供があのに合った高さにん自分の子供の身長とか高さに合ってしかもぴったりサイズであのの、まあ、机が欲しかったんですよ。ですけどどこにも売ってなくて。 子供サイズのそのベストなものがっていう話を義理の両親にしたところあの子供の誕生日に向けてその日にあの角が丸くなってる高さもぴったりの生入りのテーブルを手作りで作ってくれましてもともと DIY が趣味だってことを知ってたんですけど <laughs> まさか木から削って切って。 っていうのを作ってくれたんですよ。私もそこに、もうなんか溢れるほどの優しさを感じて、本当に驚いたんですよね。すっごく嬉しくて、子供はもう本当ずっと前にそこで食べたり飲んだりしてます。すっごく嬉しかったなっていうお話を、はい。<laughs> すみません、プライベートの話で。ね、両サイドのこう男性たちがすごいこううーんってこわしてるのはなぜだろうと思いながらもね。いや、ね、俺にも言ってくれたら作れたのにな。嘘 <laughs>。え？ はい結構家具作るんであ本当ですか先に言えばよかったですでももし電動の工具欲しいときは貸しますありがとう持ってるすごいですね <laughs> 持ってるよく <laughs> ホームセンターでツーバイフォーの板とかこう本当に結構ラッタルしてこういい、ね、本当にエレベーターに斜めに入れてこうえ角をこい本当に本当にやってるすごいですねで <laughs> 本当に何やってるんですか何作ってるんですか僕はあの自分のねあの 文庫、新書、DVD、ブルーレイ、あとなんかでかい新装版みたいな漫画とか、うん、サイズが全部違うのぴったりはまる棚とかを作ったりするんですだから今度は親御さんと張り合いに行きます <laughs> <laughs> ありがとうございますうざいだろうねそんな共演者 <laughs> 嬉しいです <laughs> これで今本当だってことがやっと理解。うん、<laughs> す,すごいです <laughs>、うん。適当なやつだなと思ったけど本当だった。<laughs> ちょいちょい嘘つくんですけど本当なんですよね。うんうん、適当なことでは尺は使いません。<ー>そうかそうだね。すみません。